問題22。施設サービス計画書の記載について適切なものはどれか3つ選べという内容の問題ですね。これは施設介護支援の施設サービス計画の記載についての内容でありました。説、まあ、問1から5を読んでみますと、まあ、そう難しいものっていうのはありませんでしたので、まあ、おそらく得点できた人が多いという、まあ、そういうような問題だったんじゃないかなという感想を持ちました。で、この施設サービス計画なんですけれども このケアマネジメント、まあ、ケアプランですね、施設サービスのケアプランということになりますけれども、ケアマネジメントサービスには3つのものがあるわけですね。まず一つが、居宅介護支援ですね、そしてもう一つが介護予防支援、そしてもう一つが施設介護支援と言われるものになります。これをケアプランに基づいて言うなら 居宅サービス計画を立てるのが、居宅介護支援で、介護予防サービス計画を立てるのが、介護予防支援で、施設サービス計画を立てるのが、施設介護支援と、このようになるわけですね。で、今度はそれをやっている事業所や施設の立場に立脚して、開設するとするならば、居宅介護支援事業所ですね、木山根さんがやってる居宅介護支援事業所が立てるのが、あの居宅サービス計画ですね。で 教育介護支援であって、ですねそして介護予防サービス計画を立てるのは、これは地域包括支援センターですね、介護予防支援事業所と言っていいですけれども、その介護予防支援事業所、地域包括支援センターが立てるのが、やるのが介護予防支援ということですね。そして介護保険施設 ですね、特養老健、療養型、介護医療院といった介護保険施設が担当しているのが、施設介護支援というものになるわけですね。このケアマネジメントの3つのくくりですね、許宅介護支援と介護予防支援と施設介護支援、似ているところもありますが、まあ、違うところもあるということですけれども、この3つのですね、まあ、枠があるんだっていう、その観点、構造ですね、っていうのはぜひ持っておかれるといいかなというふうに思います。 でこの問題では、その3つ目にあたるところの施設介護支援、そしてその中身にあたる施設サービス計画ですね。これについて問われているという、まあ、そういうものになりますね。では、具体的に問題を見てみますと、まず、設問の1、目標は実際に解決が可能と見込まれるものでなくてはならないというふうにありますが、まあ、これはその通りもあるということですね。まあ、当然といえば当然ですねで。このサービス計画ですね、ケアプランには、 まず課題というのがあって。 でそしてその課題をクリアするための目標ですねでその目標を達成するための具体的なサービスということでこの課題目標サービスっていうのは三位一体で記載すると、まあ、いうことになっているわけですね、まあ、当然ですけれどもこれら3つというのはセットであるということですねでその目標っていうものをまあ記載するわけなんですけれどもその目標っていうのは達成不可能な絵に描いた餅であってはいけないということなんですねそこには、まあ、本人さんの努力も当然ですね向けられることになりますし まあその施設職員というのもですねその目標に向かってみんなでですねこの多職種連携で共同でそのケアにあたるということをやっていくわけですからそれが無駄に終わるというものでは当然いけないわけなんですよね。 しかもあの根底で考えれば、ですねこの施設サービスというのは、まあ、公的な給付に当たるわけですから、まあ、介護保険というのは社会保険ですね、公的なあの給付に当たります、でこれの財源というのは、まあ、国民ですね、あるいは被保険者ですねのまあ税金であったり、保険料であったりで運営されている,いるわけですから、まあ、これがですね無駄遣いに終わってはいけないということですね。 ですから、きちっとですね、達成される目標というものを、このサービス計画書の目標に掲げなきゃいけないという前提があるわけですね。ですので、この説問の1というのはその通りもあるということになります。その次、2番、目標の期間については、認定の有効期間は考慮しないというふうにありますが、 これは誤りですね。これも説問1の解説と重なるところがありますけれどもあくまでもこの施設サービスっていうのは保険給付になるわけですからその受けるためにはですね利用者さんがあの 認定をもともと受けていて、ですね要介護認定というものを受けていて、その有効期間内にあるということが施設サービスを受けるです、ね、前提にあるわけですから、このサービスをですね提供するにあたって、この有効期間というものを無視するというのはまあおかしいということになるわけですね。ですから、当然、その有効期間内であるというですねこの前提のもとで給付するということですから、その目標の設定についても有効期間を考慮するというのは当然のことであるということですね。ということで、設問の2は誤りと。 いうことになりますその次3番サービス実施の頻度には週に1回1日に1回のように一定期間内での回数実施曜日等を記載するというふうにありますがこれはその通りで「丸ですね。 これはなんかこう、日本語の説明みたいな感じにはなっておりますけれども、まあ、施設サービス計画書ですね、これは具体的に言えば第2表に当たるわけなんですけれども、このサービス内容と、それから担当者ですね、誰が担当に当たるのかっていうことと、 その頻度ですね。どれぐらいにやるってことですね。週に1回やる、1日に1回やる、どれぐらいの頻度でやるっていう、その頻度と、それから、そのあのあそれをいつまでやるかっていう期間ですねえ。こういったようなものっていうのを記載するようになっているわけなんですね。まあ、その中の、まあ、頻度というものについて、ここでは出題している、されているわけでなんですけれども、まあ、これはもう、頻度という日本語の通りなわけですね。週に1回とか1日に1回とか、あその頻度ですね。これを記載するという、そういう内容になっております。 でその次、4番。利用者及び家族の生活に対する意向には、利用者及びその家族の生活に対する意向が異なる場合には、利用者の意向のみを記載するというふうにありますけれども、これは誤りですね。で利用者や家族の意向というのは、まあ、すごく重要な内容になりますね。それを叶えるためにですね、まあ、いろいろと叶える方向性でもってですね、いろんな ケアというものをですね割り当てていくわけですから考えていくわけですからこの利用者および家族の意向というのはすごく重要ということになります利用者本位というですねあのところに基づいて考えてもそれは当然のことというのは分かるかと思いますですからこれは施設サービス計画の第1票ですね一番最初ですね一番上に来るものですねこの第1票に記載することになっているわけなんですけれどもこの利用者および家族の意向というのは利用者と家族の意向が合致した場合に1つ書くとかっていうそういうものではないということなんです、ね これもまあ日本語の問題になりますけれども利用者の意向は利用者の意向家族の意向は家族の意向ですね合致しててもいいですけれどもそれがずれていても別に構わないわけですねそれぞれにどういうことを考えているかということをです、ね、明らかにする必要がありますのでこれはです、ね、そのそれぞれを記載するというふうになっているということですねよって4番は罰ということになりますその次5番サービス内容には 短期目標の達成に必要であって最適なサービス内容とその方針を記載するというふうにありますがこれはその通りで「丸ですね。 まあひょっとしたらですね、この文面からは短期目標の達成に必要であってと、短期目標に鍵確保がくくってありますので、この短期目標というところが引っ掛けなのかと、長期目標というものは無視しちゃいけないと、そういう内容で罰なんじゃないかと、まあ、こういうふうに考えた人もいたかもしれませんけれども、そうではないということなんですね。長期目標と短期目標とそれぞれまあ記載するも題の,のところというのはあるわけなんですが、その長期目標というのがあくまでも一つの目標ということなんですね。で、その長期目標を達成するために、えー e <susurra> あの目先の目標として短期目標を設定しているというこういう感じになるわけですね。えですからまあ階段を表すとする階段で表すとするなら、まあ、長期目標が、まあ、何回でもいいんですけど5回とか10回、まあ、ここでは5回としましょうか5回にあるとした場合に短期目標というのはそれとは別の階段ということではなくてその1段目とか2段目のですねここに当たるのが短期目標ということなんですね。ですから短期目標の1段目をクリアし短期目標の2段目をクリアし3段目をクリアし4段目をクリアすると最終的に5段目の長期目標に達成 すするととここういういになりますからですから長期目標とずれたものをあのサービスとして当てるということではないわけなんですよね。ですからこの設問というのはあのおかしいことを言っていないというところがわかるといいかなと思います。その具体的な1段目ですね、日々の取り組みというのはその短期目標の達成に照準を合わせた内容となりますので、それにえにですね、あの適したまあ内容を記載しまた、 その方針を記載するというのはその通りというふうに考えていいということですね。ということで、この5番はその通おり丸ということになりまして、この問題の正解は1と3と5の3つが正解していることになります。解説は以上です。